おはようございます。アキラのゲーム部屋へようこそ。ラストクラディアの実況です。朝から急遽撮ってます。というのが、今朝のですね、こちら、鍛錬の間、1日1回入れですね。鍛錬の間、1日1回のやつ、入らせていただきまして、で、その結果、スケルトンさんが、新しい能力を覚えました。それが、出し能力というのが新しいスキルですね。覚えました。それが、尺王波のレベル10で覚えれる覚醒です。これね。尺王波のレベル10で取れるやつなんですけども、瀕死時に HP が回復して STR、ディフェンス、マインド、移動速度が上がる。1回限定ってやつです。1回限定なんですね。はい。で、これをつけた状態。ね。まず。まあ、瀕死になったら要するにパワーアップして戻ってくるっていうやつが1回限定で使えるんですけど、これが、つけてる状態で僕、不死っていうスキルありますよね。この不死スキルをマックスまで僕上げてます。マックスまで上げてるとどうなるのかっていうと、はい、HP が0になると HP 満タンの状態で復活、生き返るのたびに全能力がダウンで3回目で復活不可と思います。3回要は僕復活できます。3回復活できる上に今回このスキルセットで技能に覚醒をつけてるということは、瀕死時に一回蘇れるんですよ。っていうことは、一回限定なんでね、一回蘇って、で、あと3回死ねる。だから4回生き返ることができる。っていう状態なんですけど、それがですね、前回は根性をつけたらマイナスの効果だったけど、覚醒はやばいです。はい、どうやばいかっていうと、死なないです。実際見てもらいます。なかなか終わらないけどね。ブレイズガーデンの、ここに行きますね。あんますぐ死んだらあれなんでね。スケルトンさんで、全員他、裸で行きます。はい。で、行きます。マニュアルでやりますね。殴ってます。まあ、ただしガードとかダメージするっていうのはなかなか死なないんですけどね。ちょっとこの辺早増しにするかも。はい、今覚醒出ましたね。で、一回蘇って、めちゃめちゃパワーアップしました。はい。全能力が上がって、一回蘇りました。瀕死からね。はい、今、覚醒一回使っちゃいましたね。なので、もう覚醒はできないと、できないはずなんですよ。実際はね。今からどうせまた追い込まれます。ただめちゃめちゃ強いから、一応死なないつもりでいくから、クリアするつもり。この辺早増しするかも。今、どん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  HP 削られました。はい。もう一回覚醒しました。一回限定の覚醒、もう一回してるんですよ。なんでって思いません？死んでもいないんですよ。死んでないんですよ。全部能力上がってる。これもバグレベルじゃないかな。
またもう一回追い込まれようとしています。本当になかなか死なない。はい、また覚醒しましたよね。巻きってるし、ひよってるし、これ勝てちゃうかもな。必殺技バンバンできる。また追い込まれ始めましたね。死なないんですよ。ほら、また消した。やばい、クリアしちゃうぞ、これは。さっき死んだんですけど。武士のスケルトンが死なないんですよ、本当に。本当に。めんどくさいから他の奴らはちょっと死なさなかった。はい、意味がありました。覚醒して蘇りましたね。覚醒使い放題なんですよ。で、能力下がってないんですよ。だから、その武士の影響 あのマイナス効果の部分もなくなってるんですよ。これで生きながらいるんで、ずっと常に例えば、また覚醒しましたね。これ、バグじゃねって思うぐらいの、召喚石使ったら仲間蘇らせますからね。死なないから、これ。どうやったら死ねるんだろうっていう。ちゃいましたね。死ななかった。本当に はい。というわけで、このスケルトンさんの個性不死に覚醒をつけると永遠に覚醒してくれるという結果でした。まあ、この結果がね、まあなんでそうなってるのかっていうのはわかんないんですけどね、仕様なのかわかんないけど、この間の根性はね、発動、同時発動した結果、マイナス効果だったんだけど、同時発動した結果、いい方になってるみたいな感じです。はい。またですね、はい。で、また前回のね、根性の件の動画の方もね、また概要欄にリンク貼ってるんで、まだ見てないから、ぜひそちらも見てください。で、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。